世界アジア東、アジア日本南西諸島八重山列島竹富島、竹富島の空中写真。2009年11月9日撮影の10枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成沖縄本島と八重山列島の一途竹富島は、沖縄県の八重山列島にある島である。 全島が沖縄県八重山郡竹富町に属している。八重山列島の中心地である石垣島の南約6キロメートルに位置し、石垣港からは高速船で約10分の距離にある。最初に竹富島にト来して新里村を開いたとされる伝承上の人物で六山の一つである花城宇多木に祀られている多金郡が透明の由来とされる。1708年の 死難講義や1721年の中山伝神毒には竹富島が通る木土やつとして記されている。一方、1697年から作成された原毒国絵図には竹富島1719年に荒井白石が表した南東市には同系止め三島と記されており、この頃から竹富という古匠が存在していたことがわかる。 現代の竹富東方言では、帝鈿、石垣方言では、滝鈿という漢字では、古くは竹富と表記されていたが、1729年に琉球王府が竹の字の使用を禁じたため、竹富と表記するようになったとされる。以降、竹富と表記されていたが、明治20年代頃から再び、竹富と表記されるようになった。浜、看板には、 近藤園地と表記される。西海岸は、西表石垣国立公園の第2特別地域に指定されている、産後省の隆起によって生じた琉球石海岸からなる低島であり、平坦地が多い。南北にやや長い楕円形を成しており、周囲は約9キロメートル。前頭が、西表石垣国立公園に指定されている。特に海水浴等の利用者が多い近藤井浜や、 星砂で有名な海地浜がある西海岸は第2種特別地域に指定されている。また、日本最大の珊瑚礁である石西礁古内に位置しており、多様な珊瑚群落が発達しダイビング利用者も多い島北西部の滝群口、島南西部の下尾市、南部の竹富島南沖気省の各海域は海域公園地区に指定されている。 島の北東部約1キロメートル、水深約2 0メートルの地点には海底温泉が確認されており、観光資源として活用することが検討されている。ただし、環境への影響や施設の運営、維持管理費の確保などが課題となっており、海底温泉の場所はダイビングポイントでもあるため温泉の活用には慎重な意見もある。なお、 1945年の終戦後に島全体が畑と化したため古来から保たれている森林は宇多木の周辺だけである。竹富島の伝統的古民家内部、座敷の場所によって1番座、2番座、3番座と順位をつけ、客は上位の席へ案内する習慣がある。東集落、西集落、中筋集落の3つの集落が島の中央部から、 北西部にかけて位置している。集落景観は、木造赤瓦の民家と白車が巻かれた道を、基調としている。街並みは、1987年に重要伝統的、建造物群保存地区として選定されている。島のほぼ中心部にある、石山公園内の名込みの塔からは、赤瓦屋根の集落が見渡せた。なお、竹富島で最初に、 赤瓦屋根の家屋が建てられたのは1905年で、あるが大正に入ってから、富裕層にも普及したものの、1964年においても、母屋の約4割は、かやぶきのままであり、赤瓦の家屋の建築が盛んになったのは1970年代以降とされる。竹富公民館の2019年、春季島税調査によると、人口364人。 個数177個。住民登録に基づく人口は342人、世帯数180個。国勢調査によれば、262人、279人、330人、303人と推移している。1945年の終戦後、台湾や戦地からの引き上げ者が寄討し、1947年には人口が2600名を超えた。しかし、 1954年には約1200名となり、その後も減少が続いて、1992年には史上最小の251人となった。以降は2003年から2005年頃の八重山列島への移住ブーム等の影響もあり、穏やかな増加基調にある。竹富島の遺跡で最も古いものは無土利きの海寺浜海塚と近度井浜海塚である。 近藤井浜海塚は採算によりほとんど破壊されたが、海寺浜海塚からは、方形の掘立柱建物跡3棟が確認されるとともに、車庫改正海王野や石符が出土しており、その年代は12世紀と推定されている。竹富町の史跡に指定されている島東北部の新里村遺跡からは、陶磁器の破片や、穀物の種子、石積みの跡が出土している。年代は、 竹富島最古の井戸と言われる花城井戸を境に東側が12世紀頃、西側が14世紀から15世紀頃と推定される竹富島中世の遺構として遺失味の状態も良好とされている花城、久間原遺跡は15世紀から16世紀頃と推定される現在は茂みに覆われてその遺構は見学することはできない伝承では竹富島では 千五百年のオヤケアカ戦争の際、宮古軍の総大将であった、中曽根豊臣親が、東集落南東部にある小高い丘に城を築いたと、伝えられている。その地は、トゥールングックと呼ばれ、豊臣親の掘り当てた井戸は、トゥンナーカーと言われている。また、島の偉人として敬愛されている、西包は、オヤケアカハチ戦争の際に、首里王府軍の総大将であった大里アジに、 首里に連れ帰られ、三主間の家に仕えて、やがて大政子その名を知られるようになった。特に石膏技術に秀で、首里城の縁碑や、武音竹石門の変額には、この石門は1519年に竹富島の西、筒美が建立したとある。西筒美は、1524年頃に、琉球王国、第二直し王朝第三代国王である、正真王より、 八重山の頭職である竹富大首理親子の官位を授かり、竹富島の海事浜に蔵元を置き、八重山を統治したと伝えられている。1908年の当初町村制の施行により、成立した八重山村の分村により、1914年に竹富村に調整施行が発足した当初も、本当に村役場が置かれていた。しかし、百三十八年に、 村外の石垣島へ移転し、それ以来、現在も町役場は石垣市に置かれている。島は琉球産後商でできているため稲作に適さない。しかし、琉球王府時代には米での納税を求められたため、島民は船で入表島に渡って工作する通行を行っていた。通り港は1879年の琉球処分後も続けられていたが、 1945年の太平洋戦争終結後台湾や本土へ出稼ぎに出ていた出身者が大挙島に戻り島内の食糧事情は悪化したそこで島民の食糧を確保のために1950年西桟橋が現在の姿に整備された入表島への通行は本土復帰前後まで行われていた西桟橋は2005年に黒島の イフル山橋と共に登録有形文化財に登録されている。竹富島の伝統的広報による琉球瓦を使った屋根とシーサー、竹富道見賞は、妻ご塾を守る住民見章などを参考にして1986年3月31日に制定された。道見章には、占い、汚さない、乱さない、壊さないという島を守るための4原則に、 伝統文化と自然文化的景観を観光資源として生かすを加えたいつの基本理念をはじめ、島の伝統文化を大切にする精神や来島者を接遇する際の心構えなどが歌われている。また、同憲章の趣旨に基づいて、竹富島民の自治組織である支援団体法人竹富公民館内に竹富島集落景観保存調整委員会を設置し、 警官を保全する上で島民が、直接参画できる制度を確立している。1994年には、多くの外部者が関わる形で、竹富統計官形成マニュアルも発行された。制定から30周年を迎えた2016年、竹富公民館は、竹富統検証制定30周年特別委員会を設けて、竹富統検証を検証し、理念は、 全検証の精神を踏襲する一方、条文は、現在の暮らしに沿った内容とする案を作成し、2017年3月31日、竹富島民は、平成28年度竹富、公民官邸基礎解決議に基づき、竹富島憲章を改定した。竹富島憲章が定める最速には、以下が含まれる。星野や竹富島星野リゾートが経営する、宿泊施設、 星野や竹富島の建設計画が発表された際、同計画に反対する住民及び当該在住の竹富島出身者などによって構成された任意団体竹富島検証を生かす会が、同宿泊施設の建設による開発について、島民の意見が反映されていないとしてより広く開かれた議論を行うよう提唱していたが、同団体の執行部は、 竹富公民館長を相手取って2009年8月の竹富公民館臨時総会決議の履行、2010年3月31日の竹富公民館定期総会決議の無効を求めて提訴し裁判へと発展した。こうした動きに対して竹富公民館では改めて住民の総意を問うため2010年9月16日に竹富公民館臨時総会を開催し、 同計画受け入れの是非を問う、無記名による住民投票を実施する必要がないこと、さらに同計画受け入れの承認を圧倒的多数で決議した。その結果、同団体は、提訴を取り下げ裁判は終了することになり、竹富島は、名実ともに、星野や竹富島の建設を容認した。竹富島では、2019年9月1日から、 自然環境保全事業や農村集落景観保全のため土地取得事業等に充当するため全国で初めて地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律に基づく入党料の徴収を行っている当初は2019年4月の実施を目指し徴収は竹富島と石垣島等を結ぶ船会社3社に委託し 船賃に上乗せする方法を検討していたが、船会社との調整が間に合わず、4月には開始できなかった。その後も徴収について合意に至らなかったため、竹富町は石垣港離島ターミナル及び竹富港ターミナル内に券売機を設置し、任意で徴収することとなった。入域料は300円で、島民外を対象とする。観光が主要産業である。 島内には十数箇所の民宿に加え、旅館一軒、ゲストハウス一軒、ホテル二軒、ピースアイランド竹富島がある。しかし、石垣島に宿泊し日帰りで島を訪れる観光客が大半である。島の南部には、県内有数規模の約7万平方キロメートルの車エビの養殖場や、1969年に島民によって設立された、 竹富共同牧場組合の牧場がある。竹富公民館の2019年、春季島税調査によると、島内の動物は、牧場牛134頭、水牛33頭、ヤギ27頭、馬4頭。竹富小中学校数多くの歌謡、芸能、伝承、風習などの伝統文化を継承している。織物等の民芸が盛んで、民芸の島とも称される。 民芸運動家の戸野村吉之助は、竹富島の民芸を高く評価し、その紹介で、バーナード・リーチ、浜田昌司、芹沢圭介らが来島している。芭蕉布の原料となる芭蕉や、麻布の原料となるカラムシがあちこちに見られる。現在でも竹富民芸館を中心として、民サーや軍棒などが折られている。いつの世までも、末長くを意味するとされる、五つと四つのマス目からなる。 八重山民サーの一般的なデザイン発祥の地である。竹富島で話される伝統的な言葉は、帝ムにと呼ばれ、八重山方言に属している。日本語の言語を残していると言われているが、帝ムにを含む八重山方言は、日常で使う人が少なくなっており、2009年に国際連合教育科学文化機関によって、消滅危機言語の重大な危険に分類された。 テイドゥンムにを守り伝える活動も盛んで、島の子供たちによる発表会が1977年から毎年行われている。同種の催しは沖縄県内各地で開催されているが、丁頓麦大会は最も歴史が長いとされる。2011年2月に発刊された竹富方言辞典は足掛け27年に及ぶ地道な調査や、日本語、 琉球語のルーツを探る上での貴重な資料として、公益財団法人日本文学振興会が主催する第59回菊池博賞を受賞している。竹富島には数多くの祭礼が継承されている。祭祀は大まかに祈願祭と感謝祭に分類される。祈願祭は五行の土または木の日、感謝祭は水の日を選ぶことが基本となっている。プイヤ ケチガン祭、フシ祭りといった、八重山の各地で行われている祭りに加え、夜向かい、十五夜祭りなど竹富島独特の祭りもある。竹富島の最初には、支援団体法人竹富公民館の館長が就任する。公民館長は、毎年3月31日に会、また、公民館長をサポートする2名の主事は、3集落の持ち回り制で2つの司会の会長が、 就任する。祭りの中で特に盛大なのは国の重要向け民族文化財に指定されている趣旨取り祭りである。陰暦の旧10月中の木の日猿の日から10日間の祭りの期間には数々の神事が行われ、祭りの7、8日目には多くの放納芸能も行われる。期間中は多数の観光客も訪れて島は活況を見せる。 種旨取り祭りが他の地域で行われる種旨取り祭りと大きく異なる点は、波を主作物としていることと、祈願の日を土のエネとしていることである。つまり、波と土のエネは竹富島の種旨取りの象徴とも言える。ちなみに七日目の夜に取り行われる、横井の道家では麦、波、米の順番で歌われるが、これは覇種の順である。 島内には28箇所の木が存在し、信仰の対象となっている。特に、竹富島の子祖と言われる6人の親神を祀った、三竹は六山と呼ばれ、各種の神事の行われる最も重要な廃所とされている。竹富島の血縁者は必ず六山の氏子に所属する。ナーキヨイやプイなどの氏子が主体となる祭りには、 それぞれの宇たきに集い家族の安寧や健康を祈願する。長らく、竹富島に居住する移住者も島民に認められれば、宇じ子になることができる。六山にはそれぞれ神と宇じ子の仲介役を務める、神職、神塚さが存在する。神塚さは、女性で世襲で引き継がれており、宇たきの航路を預かる。さらに宇たきには、宇じ子を統括する責任者のとの妹や宇じ子の、 世話役となるカンマガなどの役職があり、これらも世襲で引き継がれている。また、六山の歌器とは直接関係はないが、趣旨取り祭りで奉納する芸能の統括者を上者と、い,い、五穀豊穣子孫繁栄の神とされる、魅力神の御面を管理する、地、魅力神の御面をつける家とそれぞれ世襲で引き継がれている。さらに、西包が縁、縁日や 武温竹の神を招いた八重山唯一の首里王府、ゆかりの国中宴、島づくりの日清が祀られる生命温竹を加えると、八山、西包の住居跡で現在は、墓所となる、西包宴を加えると旧山という。竹富公民館には、議会が設けられており、高度な自治能力を有している。議員は三司会から選出された二名を、はじめ、三司会の顧問、踊り師匠。 竹富町議会議員がつく。定例議会は年に6回あり、それ以外に公民館長が招集する臨時議会がある。議題は主に再事行事の予算編成、等の諸問題の解決方法などを審議する。竹富公民館執行部は議会での提案権を有しているものの、議会での決議事項を遵守しながら執行している。公民館では一般会計に加えて、 祭事やゴミ処理等は別会計として運営している。また、経労会、ケチガン祭、種子取り祭りの3つの行事については、個別に特別予算を組んで島民が経費を負担している。その負担額は、老若男女や家庭の事情に合わせて、竹富公民管議会にて決定している。それ以外にも、環境美化の費用を賄うための環境美化費、 車を所有している方や商売をしている方が対象の竹富公民館協力費を毎年支出している。これらは3月31日に開催される全島民が会員の竹富公民館定期総会にて予算決算の承認を受けている。島民一人一人の努力により島が美しく保たれているという自由から竹富公民館では少しでも 島民の負担を減らすために竹富島へ取材に訪れるマスコミ関係者に対し公民館の活動に協力してもらうという趣旨で公民館協力費を要請している。竹富公民館は2001年に認可遅延団体として法人格を取得し遅延団体法人竹富公民館となった。竹富東港竹富東港から以下の定期旅客航路が運航されている。 他に、石垣港との間で、八重山観光フェリー及び安栄観光が及び、火脚航路をそれぞれ週2便運行している。島内に、県道はない。町道としては、竹富東港と集落を結ぶ大松線や、島を一周する竹富一周線がある。大松線では景観に配慮して、電線地中化が進められており、 観光客の自転車の通行が多い竹富一周線では、自転車通行帯の整備が計画されている。なお、島内に信号機はない。竹富公民館の2019年、春季島税調査によると、島内の車両は、普通自動車35台、軽自動車150台、自転車192台、バイク32台、貸し自転車1139台、送迎車38台、 観光バス22台、タクシー3台。起伏が少ないことから、貸し自転車の需要が高く、その台数は2018年秋から仙台を超えている。公共交通竹富島交通が、路線バスを運行している。小型バスによる運行であり、竹富港発以外は予約が必要。国指定東急与那国家住宅西山橋、近藤井ビーチこのほか、 八重山民ンが1989年4月11日に経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定されている沖縄県指定竹富町指定水牛社年長者を敬う精神が厚く毎年9月に数え年70歳を過ぎた高齢者を称える敬老会を開催している竹富島の敬老会は1924年に始められたもので 2013年には90回を数えている。ありがとうございます。